三重病院では今日から医療従事者や職員を対象にワクチンの3回目の接種が始まり、今日は医師や看護師など42人が接種しました。ワクチンはファイザー製が使用され、三重病院では来年1月末までに医療従事者や職員などおよそ360人が3回目の接種を完了する予定です。1回目とか2回目よりは全然痛くなかったです。実際患者さんと関わる仕事なので、やはり抗体価が上がることはプラスになると思います。接種後時間が経過するとともに免疫が落ちてきて、それによってワクチンを接種したけれども感染をしたという方が増えてきているのは事実です。で、私たち医療従事者はやはり感染のリスクが高い集団になりますので、今回この3回目接種を打てるということは非常に意味のあることだと思っています。ワクチンの3回目の接種は2回目の接種完了から原則8ヶ月以上経過した人から順次行われることになっていて、今月から来月にかけては優先接種を受けていた医療従事者などが主な対象となり、県内では多くの市町で今月の中旬以降に接種が進められる予定です。